毎朝のように SNS のタイムラインを席巻している、虎に翼。主演、伊藤沙莉30、が日本で初めて弁護士になった女性を演じている。今作がこれまでの多くのリーガルドラマ、司法ドラマ、と違うのは、現役弁護士たちの心も掴んでいることだ。写真、11歳で出演した大ヒットドラマ、大胆なラブシーンも、伊藤沙莉の出演作を見る、全10枚。 一体どこまで調べて脚本を書いてるんだ。脚本あなっててすんませんでしたと絶賛する国本より新弁護士に、虎に翼のどんなところがすごいのか話を聞いた。虎に翼の放送がある日は X に国本先生のポストが流れてくるのを楽しみにしています。弁護士としてどんなところにハマったんでしょう。国本より新弁護士、以下国本。 日本のリーガルドラマはようごその他内容が不正確で嫌な気分になることが多いのでほとんど見ないんです。だから妻から次の朝ドラは日本で最初に弁護士になった人みたいやでと聞いた時には伊藤去りめっちゃ好きやけど司法ドラマなら見たくないなぁと思ってました。でも虎に翼の1話を見たらあれめっちゃ面白いやんみたいになり には三話と見ていっても弁護士的に引っかかるところがほとんど出てこない。しかも面白い。しばらくは俺はまだ騙されんぞと警戒していたんですが、わら、すっかりやられました。あまりにマニアックで驚きました。この脚本家は一体どこまで調べて、この脚本を書いているのか。と絶賛されていましたね。特に驚いたポイントはどこですか国元例えばトラコの父親が巻き込まれた贈収賄事件。 僕らが学んだ刑事訴訟法のテキストに、戦前は求問主義だった、とは書いてあるけど、その、求問主義、が具体的にどのようなものであったかまでは詳しく学ばない。実際、気になって当時の条文を探しても、ネットのどこにもなくて国会図書館のアーカイブでやっと画像が見つかるというようなマイナーさです。それをちゃんと調べて当時の手続きに従って刑事裁判を再現し、 ドラマの場面にするなんてすごくないですか。現役の弁護士の先生でも知らないことがドラマに。国本とは、民法761条の日常家事債務規定、夫婦の連帯責任について定めた法律が出てきた時もあまりにマニアックで驚きました。僕は、虎に翼を見るまで、戦前の既婚女性に法律行為能力がなかったことと、 今もある日常家事債務の話が繋がっているなんて考えたこともありませんでした。どういうことでしょう。国元戦後に日本国憲法ができた時に、既婚女性の権利能力を認めない条項は憲法違反なので廃止されましたが、日常家事について夫婦が連帯責任を負うルール自体は残りました。でもこの二つは、もともとはセットだったんです。既婚女性に権利能力がなければ、 買いい物も何も何できないだから夫の男性に連帯責任を負わせる必要があったんでしょう。司法試験は基本的に今ある法律を勉強するので、戦後に憲法ができて廃止された法律のことは歴史として軽く学ぶくらいで深くは知らなくても合格できるんです。だからドラマを見ても、そのつながりが最初はピンときませんでした。放送後、 他の弁護士の投稿を見てそういうことだったのか、と気づいたのです。